限り。いざ入る。この身のすべて。よし行くよ。ドーン。それ。表を上げよ。受けるがよい。しかもあり。やほら命燃やすぜ。魂を全力よ。本気で行くよ。その夜、世界は暗闇に閉ざされた。来たぞ！左舷！撃て！撃て！にいる全ての者の府に通達する。これよりこの地に第一次防衛線を築く。港に侵攻する全ての敵を排除し、鬼の存在は世に知れた。もはや我らが身を隠す理由はない。人目を気にせず鬼を撃て。了解。防衛作戦を発動する。市外の鬼を排除し、防衛線を押し上げる。人の世は滅びの淵にある。救えるのはお前たちモノノフだけだ。無駄死には許さん。一匹でも多く鬼を撃て。本部より特務隊千里眼による索敵を開始。ガイドに多数のガキを確認。殲滅し進路を確保せよ。化け物。あんたら一体。
の化け物は誰でもいい、助けてくれ。戸様の兵士か、今は助けられない、相手にするな。鬼の死骸は正気の内毒になる。捨ておくな。鬼払いで片付けろ。殲滅を確認。いいぞ、そのまま港まで制圧せよ。新手の出現を認む。ガキとは違って手強い。警戒せよ。玉振りの使用を推奨。御霊の力を借りて鬼を撃て。部位破壊しなければ致命傷は与えられない。一点で集中攻撃して部位破壊せよ。確認。見事だ。全隊員に緊急通達。象の鼻付近に強大な鬼が出現した。対象を神羅号と呼称する。総力を挙げてこれを排除しろ。聞いたの？象の鼻に急行せよ。交戦を開始。全隊員援護せよ。間もなく味方が到着する。それまで持ちこたえよ。大型の鬼は生命力を内に隠している。部位破壊して敵の本体を引きずり出せ。鬼ちぎりの使用を推奨。一気に敵部位を破壊し攻勢をかける。どうした？何があった？
にそんな前線に。何の不思議がある？戦場で兵を指揮するのが私の役目だ。神羅道はどうした？この場から消えたという下船な圧倒的優位な状況でなぜ警戒を怠る？またどこから現れるかわからん。いずれにしろ港は押さえた。全員よくやった。ここを拠点に鬼を迎え撃つ。煉瓦艦、味方の動きはどうなっている？はっ、霊山の本体が小田原から北上中。まもなく横浜に到着すると思われます。よし、本体の到着までここを死守する。全員準備はいいな？救える命は救える。今はそれが精一杯だ。北の地はすでに落ちた。ここで奴らの南下を食い止める。たとえどんな犠牲を払っても。なんだあれは。なんだこいつ。おい博士、妙な奴が倒れてるぜ。ん、帰るぞ。そいつはお前がおぶってやれ。俺かよ。ったく、面倒ごとばっか押し付けやがって。
あなた様は。失礼、あまりお見かけしないお方でしたので。本日はどちらから？横浜。ずいぶんと遠い地でございます。ここはまほろばの里、横浜から遠い西の果て。長い長い旅をしてこられたとお見受けします。見ての通り、ここは茶屋。旅の疲れを癒していかれると良いでしょう。私はクオン、この地で御霊の御子を務めています。どうぞお見知りおきください。よう、目覚めたか。体の調子はどうだ？あいにくこれでも立派な人間だ。森に倒れてたのを俺様が運んでやったんだ。感謝しろよ。お前、名前は？俺は時継ぐだ。よろしくな。博士がお前に用があるらしい。後で会いに行ってみな。丘の上のへんてこな建物に住んでるやつだ。あれでも医者でな、お前を解放した。取って食われねえように気をつけろよ。誰だ？私の研究所に勝手に入るな。お前は大したことはしてないさ。動き回れるようなら心配はないな。私は博士、お前の名は？知らん名だな。やはり里の者ではないな。お前は里の近くの森に倒れていた。何か覚えているか？横浜？一体何の話だ？何か事情がありそうだな。詳しく話してみろ。うん、横浜で鬼と戦っていたはずが、気づいたらここにいたか。不可思議な話だな。他に覚えていることは？記憶がないのか。ここはまほろばの里、横浜からはるか西、出雲の国近くにある。直線距離で150里近い。やすやすと移動できる距離じゃない。それ以前に横浜は10年前に放棄された。もうあそこに人など住まない。10年前の大曲時の戦だ。鬼に食い破られ異界に沈んだ。もしお前が横浜で戦っていたとすれば。そいつの身元は分かったか？よう、また会ったな。どうした？二人ともしけた面してんな。どこぞのバカと違って悩み事が多くてな。なんだよ、ずいぶん機嫌悪いじゃねえか。いや、むしろ逆だ。興味深い話を聞いていたところだ。研究に値するかもしれん。どういうことだ？鬼の襲撃を知らせる警鐘だ。里の周辺は鬼の住む異界だからな。心配するな。結界がある以上、簡単には侵入できない。待て、どこへ行くつもりだ？そうか、お前は物の符だったな。鬼と戦うつもりか？心意気は買うが、丸腰で行くのはよせ。悪いが、お前の装備品は処分した。ボロボロだったんでな。代わりに新しい武器をやろう。
私が開発した鬼の手と一緒にな。鬼の手？なんだそりゃ。さっき完成した新型からくりだ。二人とも手を出せ。装着してやる。まだ実験段階だが。何？天才である私が作ったのだから問題はない。おいおい、嫌な予感しかしねえぞ。あまり動くな。手元が狂う。本当に戦う気か？さっきまで倒れてたんだ。無茶はすんなよ。これでいいだろう。よし、よく似合ってるな。使い方は実地で教える。私の指示に従って使いこなせ。と言っても初の実証試験だ。どうなるかわからんから臨機応変な。お前、どさくさに紛れて俺たちを実験台にするつもりだな。あはは、面白い冗談だな、時継ぐ。ふざけんな。こんなもん無理やり外して。言っておくが、無理に外そうとするなよ。爆発するぞ。そんなもん人の手につけんじゃねえ。いいから黙って私についてこい。行くぞ、鬼を撃つ。危ないから来るな。そういえば言っていなかったな。私たちもモノノフ。鬼を撃つ鬼だ。鬼を撃つ。鉛玉でも食らいな。二人とも用意を得る。鬼の手の実証実験を始める。左手に意識を集中しろ。人の思念に呼応して想像を具現化する。それがからくり、鬼の手の力だ。巨大な手を頭に思い浮かべる。それを現実の世界に実体化させるんだ。無茶言うな。ほう、いいぞ。あっさり具現化の壁を越えたな。その手を使って鬼を倒せ。手始めにガキを平らげるぞ。死んじゃうの？どうなってんだ？動きだ。横浜で戦っていたというのは本当らしい。俺に言わせりゃまだまだひよっこだがな。よし、ガキは片付けた。次、親玉が来るぞ。めんどくせえのが来たな。博士、助太刀します。紅月か、最高の助っ人だ。すまんな、紅月。だが、いらん世話かもしれんぞ。鬼の手の力は証明された。飢餓の戦力差は圧倒的だ。鬼の手？その目で確かめろ。一気に勝負を決めるぞ。飛騨は腹が弱点だ。攻撃を集中して部位を破壊しろ。破壊した部位は摩擦非状態になる。そこを狙えば本体に直接打撃を与えられる。
今は戦いに集中しなくては。実証実験終了。二人ともご苦労。実験成功だ。アッキヨウミは俺が撃つ。素晴らしい成果だ。やはり私は天才だな。どうだ二人とも、鬼の手は優れものだろ。びっくり人間にでもなった気分だぜ。どうなってんだこの装置は。原理はお前の体と同じだ。人の魂、思念を具現化して力に変える。もっともその力の根源が何なのかは私にもまだ解明できていないが。よくは分かりませんが、博士の研究の成果ということですね。そういうことだ。それよりお前、新たな御霊を宿したな。どういうわけだ。普通御霊は一つしか宿せないはずだが、御霊の記憶もないのか。モノノフの力の源、英雄の魂だ。鬼に食われた英雄の魂、御霊を奪還するのも私の目的の一つだ。後でお前の体を調べさせろ。御霊を複数宿せる理屈が知りたい。心配するな。バラバラにしたりはせんさ。ようやくこの絵のお出ましか。博士、ご協力感謝します。実験のついでにやっただけのことだ。どうやら本格的な襲撃ではなかったらしい。ガキが数匹逃げていくのを見た。念のため辺りを紹介しておくといいだろう。承知しています。あとは我々にお任せください。こちらのお方はあまりお見かけしませんが。外、まさか戸様では。私の助手だ。東の里から手伝いに来た。そうでしたか。それは遠路ご苦労様です。では我々は任務がありますので。紅月様もお体に気をつけて。ありがとう。周囲を調べろ。まだ鬼が残っているかもしれんぞ。私もそろそろ行きます。博士、私の協力が必要であればいつでも呼んでください。ああ、いつもすまんな。最後にあなたの名を伺ってもよいですか。覚えておきます。私は紅月。この里でモノノフをしています。ではまた会いましょう。さすが紅月、誰かさんと違って優しいぜ。うるさいぞ。鬼は撃った。研究所に戻るぞ。何をしてる。早く来い。さっきの話の続きを聞きたい。
軍師供養、それがお前のいた隊の指揮官か。血濡れの鬼か。有名人だな。配下に精鋭を揃えてたって話だが、今じゃ生き残りを探すのも難しいぜ。ってなんだ、ジロジロ見てんじゃねえ。遠慮のねえやつだな。からくりと言ってな、私が研究している技術で作った体の中に人の魂を封じてある。中身は立派な人間ということだ。そういうことでよろしく頼むぜ。しかし横浜以前のことは本当に何も覚えていないのか。そうか、軍師供養に横浜。状況からしてそれは十中八九10年前の大曲時の戦だろう。10年前、世界中に鬼があふれ、人の世は半ば壊滅状態となった。我々は大曲時と呼んでいる。その際に北から押し寄せる鬼を迎え撃った最初の戦いが横浜防衛戦だ。つまりお前は10年の時間を飛び越えてここに来てしまったことになる。仮にそれが本当だとして、何だってそんなことが起こったんだ。鬼門に飲み込まれた者は時の迷子となって別の時間に流される。そういう話を昔聞いたことがある。お前が飲み込まれた空の穴はおそらく鬼の開いた鬼門だろう。鬼には時間の垣根がなく、過去現在未来を行き来するという。奴らが移動の際に開く鬼門はあらゆる時間に通じている可能性がある。残念だがそういう話は聞いたことがない。話がキテレツすぎてついてけねえや。似たような話は以前からある。かつて大陸の方で数百人の兵士が一度に失踪するという事件があった。夕餉を焚く火を残したまま兵士たちは忽然と姿を消していた。どこを探しても兵士は見つからず、人々は神隠しだと噂し合った。それから10年後、近くの村の広場に突如一人の青年が